皆さんこんにちは、サックスプレイヤーのジュニアです。いよいよ私ジュニアのファーストフルアルバム制作のクラウドファンディングがスタートいたします。 CPP とね、銘打ってコットンクラブをパンパンにするアーティストになるということを目標にして、ソロ活動を始めて3年、ワンマンライブは8回、配信ライブは41回、そしてオリジナル曲は20曲、その中できました。で、その中からえりすぐりのですね14曲を、今回ファーストアルバムとして、制作していこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。で、僕にはですね一つ夢があります。サックスプレイヤーと言ったら誰って、聞かれた時にジュニアだよって、もう老若男女、いろんな人に言ってもらえるような一曲をこの世の中に生み出して、お茶の間に届けることです。今まで僕もですね先人たちが作ってきてくれた道を歩いてきました、ね、アドルフ・サックスがサックスを作って、僕はジャズが好きだったからチャーリー・パーカーとか、ジョン・コルトレーン、サンボーン、ブレッカー、日本では渡辺貞夫さん、T スクエアとかね、本当に偉大な名人たちの名演がサックスって素晴らしいねっていうものを作ってくれて、そのおかげで僕は今こうしてサックスを吹いて音楽に携わることができております。なのでその道をですね僕も次につないでいくと、やっぱサックスって素敵だよね、いろんな音楽が出てきて AI とかも進化してきたけど、やっぱサックスって素敵だよねっていうものを、それを積み重ねることがこの先の新しい人たちの道を作っていくことになると信じております。僕のこの思いの象徴となるようなアルバムを制作したいと思っておりますので、どうぞ楽しみにしていてください。でですね、今回の、リターンなんですけれども、 CD はまあもちろんのこと、ぜひお部屋に飾っていただきたいということで、アナログサイズのジャケットとか、あとはプライベートライブだったりとか、リハーサルの見学だったりとか、ここでしか体験できないことっていうのも揃えておりますので、ぜひ楽しみながらプロジェクト応援していただきたいなと思っております。そして、あともう一つ皆様に、お約束をしたいことがあります。このクラウドファンディングの活動報告を毎日更新する、いよいよですね最初の目標でありましたコットンクラブパンパン目指して、コットンクラブ公演することになっております。なのでそこまで毎日更新していきます。で、毎日更新していって、もし、途絶えちゃったら、僕はそこまでの男なんですけど、ずっと続けていけたら、ぜひあなたの大切な人に、ジュニアっていうやばいやつがいるよと、サックスかっこよくてこいつはやる男がいるよということを伝えていただいて、コットンクラブをですね、僕の大切なあなたと、そしてあなたが大切にしている人と、本当に大切なものだらけで、コットンクラブ素敵な時間を過ごしましょう、一緒に。で、それに向けてですね、6月29日に、GPP ライブショーケース、二子玉川ジェミニシアターというところで9本目のライブが決まっております。そちらにもぜひ聞きに来ていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今回のクラウドファンディング、いろいろ満載で力を入れていきたいと思いますので、ぜひ支援しながら楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。それではジュニアでした。よろしくお願いします。じゃあね。